はい、証拠りもなくまたチョコエッグ開封していきたいと思います。これでパート5です。さあ、もうチョコエッグのチョコの部分は食べたんで、これを開封していきたいと思います。さあ、マリオゼロ。お、かぶりじゃない、こいつだ。なんだこれ、なんていう名前だろう。ちょっと見てみるね。妖精姫だって。じゃーん、妖精姫完成しました。かわいいね。まあ、かぶんなかったんですっげーよかったと思います。かぶったらマジえぇ、ってなるからね。妖精姫ゲットしました。まあ、まだあとね、ここにほらいろいろあるんで、ほらっていうか、じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、あと2個あるんで、そう、2個あるんで、まああと2個開封していきたいと思います。そっちの動画もぜひ見てね。じゃあね。